皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。圭介です。本日は木村さん企画ということでね、はい、はい、知ったかぶり陰謀論の真相ということで、はい、今収録が終わりましたと、はい、そうですね、うん、どうでした。いや、何もわからんっす。あとめちゃくちゃ疲れた。ねえ、もう今もうまだ4月、うん、夜まだ冷えますよ、うん、汗だくですよこっち。本当ヒヤヒヤしたわ。はい、まあ、まあ、何をやったかというとね、この、まあ、企画の説明なんですけれども、うんうんうん、巷に流布してる陰謀論っていうのがいろいろあると思うんですけど、はい、もうその真実を2人は知っているという体で解説をしてもらったっていうことなんですよ、うんうん、好き放題好き放題。そうですね。でも真実っていう体ですからね、うんうん、真実っていう体で、そうです、うん、そうです。で、特に打ち合わせもなく、うん、私がこうこれはどうなのって、こういう陰謀論流れてるけどどうなのっていうことに対して、もうその場で、はい、もうアドリブで、アドリブですね、全てもう知ってる体で知ったかぶりをしてもらったって、全力で知ったかぶりしてもらったっていう、しましたね、まあ、そういう回なんですよ、はい、まあ、だから事前にこうやって説明があった方がより楽しめるかなっていう、そうです ね、ちゃんと中で木村さんがその陰謀論をちゃんとした詳しい説明みたいなのも入れてくれてるんで、うん、本当のやつもね、うん、だからそれも楽しめるのかなと。そうですね、そうですね、はい、その木村さんがちゃんとしたやつ説明してる時に、うん、俺らはその陰謀論を、はい、知ったか陰謀論を組み上げなきゃいけないので、はい、そうですね、めちゃくちゃ大変でしたね。ただめちゃくちゃ楽しかった。これ評判良かったら、あの知ったかぶりなんとかって、あ、知ったかぶりシリーズ化できますんで、はい、うん、再生リストに知ったかぶりシリーズ、ね、できますんで、新しいですよ、ね、新しい、はい、うん、だいぶ何でもできますからね、何でもできますよ、何でもできますなので、うん、まあちょっとね、皆さんの評価、はい、うん、聞いてみたいですね。新しい試みですからね。新しい試みですね。見たことないですからね、うん、こんなことやってるチャンネル。本当ですよ。はい、まあ、楽しんでいただければなと思います。うん、はい、はい、それではどうぞ。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。圭介です。本日は木村さん企画ということで、はい、はい、まあいろいろ世の中にはまあ不思議なことがあったりとか分からないことっていっぱいあると思うんですよね、うんうん、まあその中都市伝説っていうのももちろんあると思いますし、はい、まあまあ怪談とかもその中の一つなんですけど、まあこう最近よく言われてる、まあ陰謀論ですよね、うん、たくさんありますね。いろいろあるじゃないですか、うん、そこやっちゃいますか。そうそうなんです。まあね、なんかいろいろ YouTube 上でいろいろ言われてますけど、まあね、ちょっとさすがに我々もそういうところに切り込んでいかないと、うん、まあうちやったことないですからね。ないです、ないです、ないです。そうなんですよ。ないですね。そう、切り込んでいかないといけないなっていうのがあって、まあ、たまにはね、いいのかなと。ね、うん。そうそう。で、まあ、なんていうんですか、今まで黙ってたけど、うん、まあ、トモとケイスケは、うん、もうその陰謀論、まあいろいろあると思うんですけど、うんうん、もうほぼもう正解というか、うんうん、もうあれってこうなんだよねって真相を知ってるじゃないですか。まあ、実際言えないけど、そうそう、言えないけど知ってることっていうのがやっぱ100知ってますね。ありますよね。はい、そうだ、それを、まあ、今回は、はい、まあちょっとね、私たちのチャンネルバンされるかもしれないですけど、はい、言っちゃっていいってことですか。その真相をもうみんなに言おうって。うん、なるほど。うん、もうね、これはもう時代が動きます。ピーとかじゃなくて、うん、時代が動くっすよ。それをちゃんともう100こうだと、うん、断言してもらおうと、うん、ちょっとエンジンかかってきたな。まあまあ長くやってますから ね、情報もそれなりにはやっぱり結構ね、飲み屋とかでね、友達に喋るとかは、まあ、信じてくれないから言ってたりするんですけど、うんうん、ここで乗せれるかな、うん、まあまあいいか、ねうんねまあ、たまにはね、そう、ついにもこの最初で最後の回かもしれない、ね、そうそうそうなんです、ね、皆さん先に言っておきます、さようなら。はい、
そうなんですよ。まあ本当いろんなとこからね情報を仕入れてる2人なんで、はい、もう何でももう答えれるんじゃないかと、はい、いうことですね。まあいろいろあります。まずはまあ本当にめちゃくちゃオーソドックスな、はい、あの陰謀論、まあ都市伝説と言ってもいいかもしれないですけど、まあ、アポロ計画ですね。ああはい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 、はい、まあ一応言うなら、うん、実際には月に行ってなくて、うん、こう月面上のセット、うんうん、それを特撮スタジオで撮影したんじゃないかって言われてる、うんうん、あの話、はい、なんですけど、まあ、一番有名と言っても過言ではないぐらいの、まあ、一応2人はもう100知ってるんで、はい、100知ってます解説する必要ないですけど、はい、一応今世の中に流れてるみたいな、うんうん、一応言いますね、はいはい、一応ね世の中に、はい、はい、元々はなんかアメリカのキリスト教原理主義の一派の地球平面教会が人類が地球外に行けるはずがないとして唱えた説が俗説化したものらしいんですよね。ほう、うん、まあ、2人はもちろん知ってると思いますよ。すいませんすいません、はい、で、まあ、これを踏まえて火星探索に置き換えて作成された映画がカプリコン1であると。で日本では21世紀に入ってからテレビ朝日系列のバラエティ番組不思議ドットテレビこれマジにて取り上げられたことで広く知られるようになったと、月面月着陸捏造説の他にもアポロ計画では実は宇宙人を目撃していた、あるいは宇宙人と密約を交わしていたが NASA はそれを隠しているといった主張が知られていると、まあ、これは NASA が月面に撮った写真の中には円盤らしきものが写っているにもかかわらず公開された写真はいずれも修正されているなど NASA の態度に不信感を持つ人々から提唱されたものであると、まあ、その他にもアポロ8号とヒューストンの交信記録にサンタクロースという単語が使われていると、まあ、このサンタクロースっていうのはまあ隠語で UFO を指しているんじゃないかと。でアポロ8号の乗務員が UFO を目撃したことを示している隠語としてこれを使ったんじゃないかと。でこれは機関へ向けたエンジンの噴射に成功した飛行士ジム・ラベルが12月25日だったことを受けみんなに伝えてくれ月にはサンタクロースがいるとエンジン噴射成功の報告にジョークを交えてヒューストンに伝えたものであるとされてますと。まあ、陰謀論の否定の証拠としては過去にたびたび提示されておるものとしては、2008年の日本の宇宙探査機かぐやによってアポロ15号の月着陸のロケット噴射跡の撮影に成功した、もしくはまたはアポロ計画によって撮影された月面からの写真とかぐやによって得られた地形のデータが一致している、あとは、2013年の12月に中国の探査機が月面に着陸して送り込まれたロボット探査機がアポロの着陸跡などを撮影したっていうことで一応事実を月着陸の事実があったっていうことになってるっていう、まあこういう話ですよね、うん、はい、まあここまでは一応俗説とか、まあ、言われてる、うんうんうん、まあまあ世間的にはそういう話になってますよね、なってるっていうことなんですよね、うんうんうん、で結構よく言われてるのがそのサンタクロースがいたぜって言った宇宙飛行士、うん、その後どうこうみたいな話もあったり、うん、まあ都市伝説としてね、うんうん、あるんですけどね、うんうんうん、そうそう、まあこれの、まあ、真相というか、うんうんうん、言っちゃっていいのかな、まあ、うん、まあこの際なんで、うん、ちょっと教えてほしいなっていうのね、きっと世の中にはまだ出てない情報みたいな、うんうんうん、あって、まあここでならね真相言ってもいいんじゃないかなっていうのがありまして、言っちゃいますか、そうですね、ちょっと教えてくださいよ。まあ、あれ撮影スタジオってよく言われてますけど、はいはいはい、結構それの通りで、うん、まあ、当時やっぱり宇宙に行くってすっごい莫大な資金がいる、うん、まあ、今でもね、はい、何千万いるっていうじゃないですか、あの1人が行くだけでも、うん、3、4千万かな、うん、あ、なんか前澤さんがね行ったとかね、そうそうそうね、うん、言うじゃないですか、うん、だからもう国を挙げてのことになるんですけど、はい、そこまで資金ないぞと、うん、行ったことにするにはどうしたらいいんだろうっていうことになって、うんうん、一応、うん、まあ撮影スタジオ極秘でね、はいはいはい、はい、NASA の撮影スタジオを作って、うん、でそこで撮影されたっていうやつなんですけど、うんうん、まあ
証拠としていろいろ挙げられてますけど、うん、その宇宙に行ってないんじゃないか、はい、月に行ってないんじゃないかって、はい、なんといってもあのアメリカの、ね、国旗を刺したじゃないですか、うん、その時に、うんとうんと無重力状態なのに、うん、旗がねめっちゃ広めいてる、そう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 なんですよ、うん、まあそれってありえないことなんですけど、だからまあまあ他にもねその写真が改ざんされてたりとか、うんうん、っていうのも一応あって、うんうん、あれはスタジオで撮ったもんだっていうのが、うーんなるほど、それが真実でいいですか、真実でいいですかいやでも実際それが真実なんですね、じゃあまずはそれで資金集めをしたんですよ、うん、そこでできたお金を使って後日、うんはいはい、後日本当に行くんですよ、ほうだから極秘裏にね、そうですそうです、一応ちゃんとその、台本にのっとった形跡は残しておいたんですよ、はい、だから全部が全部嘘じゃないですよね、うん、映像は作り物なんですけど、はい、それで、信じた人だったりとか、うんまあ、スポンサーを集めて、うんまあ、資金を集めるための、まあ、ブラックジョークじゃないですけど、うんまあ、ショーみたいな感じでやったものなんですよね、うんうんうん、あなるほどね、で注目集めることによって、まあ、話題にもなるんで、はい、みんなが興味持つと、うん、っていうことでスポンサーもそんだけ興味があるなら、うんお金出してみようみたいなことにつながってったっていうのが、うんうんうん、まあまあ真相なんですけど、ほうほうほう、そうアメリカだけじゃなく、うん、もう全世界からお金を集めようぜっていうところで、うんはいはいはい、あの映像が作られて作られたっていう、うん、でまあ後日後日行ってる、行ってるんですよ国費入りに、あでそのそれは公表されてない、そうそうそうで形跡を残してきて、あそのなんかアポロ探査機の着陸跡とかそうとか残してるんですけど、うんまあ、最初のやつは資金集めの映像だったっていう、うんうん、そうあなるほどね、はい、あじゃあ行ったは行って行ったは行ったんですね、そう半分は、うん、と本当にあ、うん、っていう、でも映像だけにスポットライト当てると嘘だよ、うん、作り物だよってなるんだけど、うん、全部が全部嘘じゃないっていう、あ、うん、なるほど、でもさスポンサーをもし集めたら、そうスポンサードした人たち資金、はい、お金出してる人たちは、うんあれあれから月に行ったっていう話聞かないけどみたいな、うん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 それは公に出してないだけなんですよね、そう、おー、うん、いずれあの移住とかあるじゃないですか、月に移住計画とかもいろいろあるじゃないですか、うん、だからもうそのスポンサーの名が刻まれたモノリスみたいなのが月にはあるんですよ、うんうん、ああ先行投資みたいな感じか、そうそうそう、ちなみに言っときますけど、はい、月の裏側にはなんかどうこうだとかってあるじゃないですか、あ、あるあ実は映ってない部分にもう本当に家とかも建ってるし住んでる人もいますからね、あそうなんだね、はい、であのサンタクロース見たって言ってたじゃないですか、うんうん、ちょっとあれは宇宙人を見たとかじゃなくて、うんうん、自分の親もうそこに住んでるんだよっていうことを含めて言ってるんですよ、うん、あサンタクロースって実はお父さんなんだよみたいな、うん、そういう意味で、そうです、あ移住してる、もうしてますね、はい、してるんだ、うん裏側っていうか、うん、中ですけどね、うんうん、月のあ中、うん、ほー、うん、あのクレーター見てもらうと、うん、だいたい一定の深さで止まってるんですよ、クレーターの大きさは違うのに深さは一緒なんですよ、うんうんうん、あーなるほど、はい、だから中にそこを止める何か天井というか固いものがあるっていうね、うんシェルターが。ああ、シェルターみたいなのが、はい、あるんですよ。だから地球空洞説じゃないですけど、月空洞説。中に居住区がある。ある。あるっていう、はい。人工物ってこと？月人工物っていうね、金属でできてるなんていうことも分かってますからね。はあ、うん。でも月に人工物作れるんだったら、うん、月にも行けるんじゃないのかね。その。だからそれを作るための、うん、あの月面着陸の映像で資金集めなんですよね、うん、あはい、あじゃ あ, じゃ あ, あの映像以降に、うん、月作ったってこと月の中身を作ったってこと、ね、中身を作った、振り抜いてとか、はい、あの実際 の, あの月自体がなんでできたかっていうのは本当にまあそんなめちゃくちゃ昔からあるんで、うん、分かってないんですよ本当のことの、うん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 、だけど、うん、その後あそこに住めるようにしたっていうのは、うん最近の話なんで、あの映像の後でってことはね、はい、あの公表されてないだけでめちゃくちゃ言ってますからね、そうですよ、そういうこと、うん、あのその1回だけじゃなくてもう何回も何回も、うんうん、はい、なるほど、その1回っていうのはその映像の話じゃないよね、
そう、あの痕跡を残しに行ったっていうのじゃなく、それ以降にもめちゃくちゃ行ってるんだ、はいはい、年一ぐらいで、あ年一、はい、あなな誰が誰が誰が年一でな、NASA が、NASA 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 が、はい、NASA が言ってんだ。NASA が言ってます。年一で。おー、あ、そういうことか。じゃあ、わかった。もう今すべてわかりました。お二人の話を聞いて。はい。謎解きました。解きました。これ言っちゃダメなんですけどね。うん、あの、映像自体は作り物。だけど、その後で、はいはい、うん、月には年一で行ってるっていう。し、うん、もう住んでる人。はい。住んでる。はい。なるほど。これを裏付ける話は僕はバーで聞いたことあって、はい、うん、まあちょっとそこに挑んでるお兄ちゃんの友達がハッカーだったと、うん、で NASA にハッキングしたらスカウトされて、うん、今 NASA で働いてるっていうんですよ、うん、その人からいろいろ聞いたっつって、うん、でそれも、日本って特に情報操作めちゃくちゃされてるから、あのどんだけ言っても大丈夫みたいな、うん、都市伝説として終わるからっていうことで、はい、いろいろ教えてもらってるんですって、うん、だからもう月にも移住してる人いますし、うん、火星にも移住してる人いますし、うん、っていうことはもう、あ、ただ日本ではこれ、まあ、YouTube だとどうか分かんないですけど、うん、日本人は信じないですよ。まあそうだよね、うん、都市伝説の一つっぽいみたいなね、はい、ことで終わりいますからね。俺も行ったし一回。え、どっち、月？いや、火星、火星の方ですね。火星？うん。あ、本当？はい、一回行きましたね。へえ。どんな、普通に町みたいな。そうですね。あの一箇所町みたいなのがあって、うん、そこから、ね、今緑を増やすためにいろいろ科学チームが頑張ってるんですけど、やっぱね、水がちょっとね、うん、まあ、環境をまだ壊れたところから直すのってすごい大変なんで、うんうん、それをまあこっち地球から持ってったりとかもあるし、うん、それをなんとか向こうでなんとかできないかって今いろいろやってる最中なんですよね。だからあの漫画のねテラフォーマーズとかは結構いい線いってる、はい、その虫を送ってみたい な、ね、そう、だから実際あれ行った人が書いてますからね。あ、そうなんだ実際ね、はい、実際行った人が、ね、行った人が書いてんださすがあれですね、はい、陰謀論に精通してるお二人ですね、まあ、あんな虫とかはいないですけどね。そうそうそう、うん、いないですけど、そこにちょっと色加えたのがテラフォーマーズなんで、うん、あ、うん、そういうことか。どちらかというと人間同士の方が争ってますね、向こう今住んでるやつと、うん、まあ、自分たちの理想郷を作るんだって向こうは言ってるんで、レジスタンスみたいにね、うん、ちょっとなっちゃってるんで、お前たち来るなみたいなところもあったりするんですよね、うんうん、まあ、ちょっとそこまでね、あの法がしっかりしてないんで、あ、法がね、うん、しっかりしてなくて、まだ秩序が保たれてないですよね。まあそんな、まあ、これ言って大丈夫なのかな、うん、ね、うん、まあ、そうだね、まあでもまあ真相はそういうことだね、うん、そうですね。火星にも人間は行ってるぞと。行ってます。どんな感じって言ったら、ちょっとあの北斗の拳みたいな、荒廃した感じ、あのなんか山むき出しみたいな、うんうん、あんな感じって言ったらいいですか ね、砂漠っぽいみたいな、ね、あれ行った人が書いてますね。そう、はい、そうですよ、あれあれ何年後の地球って手でやってますけど、うん、いや1999 X 年、うん、X 年、うん、あれ実はその時の火星ですから、うん、あそこら中で聞こえますよ、ヒャッハーって。火星、そうなんだ行きたくねえな今危ないですね、今危ない、まだ危ない、もうちょっと落ち着いてから、落ち着いてからの方がいいかなと思いますねなるほどね。ということで、これがアポロ計画の真相ですね。真相ですね、はい、なるほど、まあ、スポンサー集めだったっていうっていうことですね、はい、分かりました。本当ですか？いや、わかりました、もちろん。わかりました？もうだって、100わかってるわけですからね、そう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 。もう全部説明しきれたかな、はい、まあ、わかってもらえる。多分もう今ので、うん、リスナーさんもわかったと思います。まあ、はい、そうですね。なるほどね。はい、もう明日からこれ、地球やばいことになるんじゃないかな。うん、日本。日本。うん。もう、急上昇とかに上がっちゃうぐらいの。上がっちゃう、上がっちゃう、これは。まあでもそうだよね。その陰謀論の真相なんて知ってたらさ、うん、それは急上昇上がっちゃうよね。はい。大丈夫かな。でちなみに結構 YouTuber さんで、はい、いろんな陰謀論語ってる人たちいるじゃないですか。いるいる。あれに教えたの僕らですから。あの情報。そうだったね、それは、はい、電話かかってきたとか言ってたもんね。そうそうそう、うん、またこんにちはって言ってました。その人も
その人にも、はい、師匠つけろって言ったの俺らですから。師匠、うん、師匠つけろ、マンじゃなくて、うん、その後にマン師匠にした方がいいよって言ったの。ああ、アドバイス、うん、陰謀論で。なるほどね。そうなんだ、はい、そういう細かいところまで指示して。そうです、そうです。はあ、さすが。むしろなんか陰謀論のコンサルみたいな感じでね、うんうんうん、はい、ですね。実はそういう仕事もしてるってことですね、うんうん、そうですね、うん、だからこれあげてほしくないと思いますよ、みんな。うん、そっか、うん、そうだよね。まあまあまあ、でもいいか今日は。まあ今日はね、うんうん、しょうがない、まあ、しょうがない。そうだね、8万人いったしね、行ったし、うん、あ、まあちょっと暴露系 YouTuber っていうことで、うんうん、なっちゃいますね、なっちゃうね、なっちゃうっすよね、うん、じゃあ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、はい、まあタイタニック号の沈没ですよね。はい、はいはい、まあこれはまあお二人はもちろんね知ってると思うんですけど、一応解説すると、うん、はい、このタイタニック号の沈没のまあ、真相というか言われてるのは、ホワイトスターライン社っていうとこがタイタニック作ったらしいんですけど、これが保険金を得るために故意に起こしたっていう説がまあ流布されてると、うん、まあ、あるいは1年も経たないうちに事故を起こしていた姉妹船のオリンピックを沈没させるためにすり替えたという説があると、まあ、こう言って言われてるんですよね、はい、まあ、なので人為的に引き起こされた事故じゃないかと、うん、言われてるっていうね、保険金を受け取るための、ね、うん、言われてますね。あとはなんかね、その船に乗るはずだった偉い人たちは乗らずに、うんうんうん、一般客だけ乗ってたりとか知らされてたみたいな ね、うん、ね、うん、そういう話もありますけど、うん、まあ、うん、もう全部ね知ってる二人なら、うん、まあ、これが、まあ、事実なのか、うんうん、まあ作られたものなのかっていうのが多分分かってると思うんですけど、うん、ちょっと真相をこれちょっと教えてもらっちゃうと冷めるかもしれないですよ。え、そうなんですか。はい、後に映画タイタニック号、うん、タイタニックやるじゃないですか、うん、そっちの台本先なんですよこれ実は、うん、その映画を作るために、うん、に起こした嘘の事件なんですよ。実際に沈んだりとかっていうのはあるんですけど、うん、あれ正直被害に遭った人一人もいないです。そうなんだ。実はね、はい、なんかそういう事件があったっていうこと、まあ、みんなエキストラっていう状態で、うんうん、やってるんですけど、うん、そのね被害に遭った人たちのメッセージとかっていうのも、うん、まあでもこういうの言うとちょっとなんかね、そういうそんなこと言う被害者がいるのにってなるかもしれないですけど、うんうん、まあ本当の真相なんで、うん、ちょっと言わせてもらうと実はそういうふうなことがあって、はい、うん、それがあってで、その中身をいい感じにして映画跳ねさせようっていう、うん、はいはいはい、いう物語なんですよ、あれ実は。はあ、映画ありきだったんですよね。映画をヒットさせるための、はい、まあ、なんていうんですかね、パフォーマンスというか、パフォーマンスみたいな、はあ、ことだったんですよね。なるほど、ね。はい。で、その後に陰謀論だってなって、うん、そのオリンピック号と、うん、どうだみたいなこともあるじゃないですか、うんうん、はい、それも計算済みです。それも計算済みです。それであれは陰謀だっていう風に言わせるためにもそれも用意してますし、うん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 、あえて似たように作ってるし、うんうんうん、それを陰謀だって言わせる必要があったっていうこと。そのタイタニックっていう名前が消えないんですよ、ずっと言われることによって。あ、でまた映画 見たいっていう人もいるだろうし、自分の その作った作品が永遠に語られるっていうことも踏まえてやってるっていうね、うん、じゃあ黒幕は、はい、ジェームス・キャメロン監督ってこと。あ、違うですね、もうやらされてますね。うん、原作が、うん、原作というか、まあ、元があって、元があって、うん、それを、元にあの人は作ってくれてるんで、うん、あの映画を、うんうんうん、まあ、雇われてるっていう状態ですね。っていうか、はい、へえ、まあ、そのタイタニックっていう名前を残すのもそうですけど、うん、もう一個今木村さんが言った真相の中で、はいはい、もう一個そのタイタニックオリンピック後もう一個ワードが出てきたと思うんですけど、うん、そこが一番宣伝になってる 人が、うん、人っていうかところがあるんですけど、うんうん、保険屋さんですよね、はあはあはあ、そこがね、はあはあ、最大のスポンサーだったんですよ、その映画を作るのに、はあ、だからその陰謀論に保険を混ぜてくれと、はいはいはい、保険会社が関わってるぞっていう、はい、この保険会社だぞっていうのを、うん、
使ってくれと。ああ、そのちゃんと保険金を支払ったぞっていう、まあ、そうそうそう、信用みたいな。信用が。だからうちはちゃんとした会社ですよみたいな、うんうんうん、っていうのを。っていうのを最初に考えたんですけど、ちょっと意図してない保険金詐欺の方で広まってしまったみたいな。ああ、うん、なるほどね。っていうのがちょっと真相ですね。ああ、そういうことか、はい。めちゃくちゃぽいでしょ。ぽいっすね。ぽいっていうかそうなんですよね。そうですよ。そうですよ。そうです。実際そうなんですよ。そういうことか。だからあの映画に関わってる役者さんたちも結構保険会社の役員だったりしますからね。あ、うん、素人。素人、まあエキストラですから。エキストラ。はい。これも出たいみたいな。そうそうそう。あ、まあちょっとでもね、あの宣伝費下げるために。うん、でもやっぱスポンサー、その最大手スポンサーなんで、うん、いいシーンには出てるんですけどね。ダンス会場とかの人たちのスポンサーは大体保険会社の人。あ、なんでね、ちょっとこれ言ってもチェックできないと思うんですけど、ああやって映画でいろんなシーンあるじゃないですか。うん、探すと保険会社って書いてあります。どっかしらに。インシュアランス。インシュアランス。保険会社、保険会社っていっぱい書いてあります。あの、船の中に、はい、あとスーツのこの胸ポケットのとことか、あ、たまに出てきたりとか、小道具、はい、小道具とか、小道具もそうだし、うん、襟足とかにも浮き出るようになってたりとか、浮き出る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 ようになってます。水に濡れると、最後のシーン で、 そうです、やっぱ水に濡れると、うん、インシュアランスって保険って何々保険って出るようになってる、出てます。ちょっとそこは気づいてなかったですね。そうですよね。あともうできないんですけど、角度変えてみると、うん、そのカメラのね、うん、みんなが集まってるとこ上から撮ると保険っていう個人に撮ったりもしますよ。でもそれ映画でそれ見れなかったらちょっとあんまり見なくない。そうです、意味ないですよ。意味ないですよ、うん、ただまあ自己満で、でやってる、そういうのをやってる、だけどね、見る人が見たら前から見ても、ああこれ保険だなって分かりますよ。あ、そうなんだ、うん、あ、並び的にこれ保険って書いてあるなっていうね、うん、じゃあ次から保険って書いてあります。次からじゃあタイタニック見るときはそれも注意して見てもらうとってことだね。はい、まあ、3時間近くありますからね。まあそうだ ね、 あね、なかなか見直すの、でもそこら中に書いてあるんですよね。そこら中に書いてあるんです。3時間全部見なくても、はいはい、もうちょっと見れば多分そう、保険って書いてあるんですなるほど、それが真相だっていうことですね。なるほど、まあそうですね、うん、じゃあ次行ってもいいですか。あ、もう全然全然聞きたがりですね、うん、まあでも今日は、ね、教えてくださいよ。今日はもういっぱい出しちゃいます。教えてくださいよ、地球温暖化ですね。ああ、まあこれですね。まあ一説によるとですよ、地球温暖化は実際には起こってないと、まあ、もしくは太古から続く自然のこう気温の変化に過ぎないっていう説があるんですよね。要するに二酸化炭素が増えたから、うんうん、気温が上昇したっていうわけじゃないと。あとこれドナルド・トランプが、大統領に就任してから、声高に主張されるようになったと。うん、まああと、その証拠として気温データを捏造したとされる気候研究ユニットとメール流出事件っていうのがあったらしいんですよ、うんうん、まあ、でも現在ではデータに誤りはないとの主張もあると。まあ他にも地球温暖化が起こってないってされる証拠は他にもあるらしいっていうことで、うんうん、まあ、要するにこの経済の発展、うん、地球温暖化してますよって、それを温度を下げるためになんか新たなさ組織が生まれたりとか、うんうんうん、まあそういう、まあ、日本でいうと天下りみたいな感じだったりとかさ、うんうん、まあ、利権みたいなそういうのに踊らされてんじゃないかっていう、うん、まあ、説ですよね。これですね、これ、はい、その陰謀論の、うん、まあ起こってないっていうのを広めるのが目的なんですよ、はい、これ、はいはい、オゾン層破壊、まあ、地球温暖化っていうのは実際に起こってるんですけど、うんうん、それは準備として起こってるっていうか起こしてる方なんですよね、うん、火星に移住する、うん、適応するために
その今の人間を火星、うん、となんていうんですか、適応させるために、うん、わざと温度合わせみたいな感じですよね、暖かくしてるみたいな、それこそ紫外線の量もそうだし、全部そういう準備段階なんですけど、うん、それを公にしてしまうと火星の存在まで、うん、火星に行けるっていうことすらも公表しなきゃいけないから、そう、ね、うんうん、そうするともうパニックになってしまうから、うん、まあ、だんだんもう適応させるために、うん、うーん、壊してるんですけど、うん、でそれでもうなんかみんなが気づいてきて温度が上がってるぞってなって、温暖化になってるぞってなってきたから、はい、その陰謀論を流して、うん、地球温暖化なんて起こってないよみたいな、はいはいはい、もう流して逆に打ち消してみたいな、なるほど、はい、火星移住ありきみたいな、ありきみたいなところですね、感じになってる、はい、まあ、ちなみに行ける人も決まってるんで、うん、その人たちのための作業というか、はい、そういうことか、やっぱりあのね、あのピラミッドというか、うん、がありますから世界には、うんうんうん、ロックフェラーとかそういうのがいて、はい、まあ、やっぱり上から順番ですよね、うん、そういう火星に連れてて行ける、そうそう、優秀な人材をみたいなところがあるので、その人たちには一応、うん、とメールが届いてるっていう、うん、あ、うん、実際、今オゾン層などを破壊してますと、うん、してますと、あのこれは、うん、うん、と火星移住するための準備 で体にこう体を慣らしてくださいみたいな、はい、だから外に出てくださいと、もっとなるべくね、はい、あ、なるほどね、うん、でちょっと疑問なのが、その友が言ってた慣らすみたいな、うん、あったじゃないですか、うん、あれはこう温度を、うん、あ、結果的に温度が上がっちゃったわけで、はい、例えばこう、はい、宇宙から降り注ぐ、それこそ、まあ、紫外線とか、なんか宇宙線みたいな、うん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 、それに慣らすってこと？そうですね、温度、そういうこと、そういうこと、温度もそうですし、うん、まあ、摂氏80度ぐらいありますから、赤星、うん、合う、ある、そんなにあるわかんない、でも太陽からの距離でいうと、うん、まあ、水金地下木土天になってくじゃん、うんうん、地球よりも火星の方が遠くにあるじゃないですか、太陽に、はい、ってことは地球よりも夜はね、夜はめちゃくちゃ寒いんですよ、夜は寒い、はい、もう氷点下どんぐらいですか、80度ぐらいですかね、80度160度差あるんでお湯だったら煮えますからねそうだね、日が当たってるところは暑いんだ、めちゃくちゃ暑いですね、あー、うーん、オゾン層ないんで。ないんでね。うん、それこそもう一瞬で、なんていうんですか、皮膚なんて、うんうん、放射能浴びたみたいになっちゃうんですからね。なっちゃうね、うん。で、これ、その、向こうに合わせるために、はい、そうやってやってるっていう説もそうなんですけど、うんうん、今、そのオゾン層を壊しつつ、戻すこともやってるんですよ。うん、だから人工的に作り出せるようになってきてるんですよ。何を？オゾン層を、あ、オゾン層を、うん、だから地球温暖化を止めることももうできるんですよ、近い未来、おう、でだったら、うん、火星にもそれ作れるんですよ、オゾン層を、はい、おうおうおう、だから今オゾン層を壊して再生さすところも狙えてやってるんですよね、まあその技術というか、うんうんうん、あ、そうすれば火星オゾン層できれば、うん、火星は80度まで上がらない、80度まで上がらないし、マイナス80度まで下がんない、下がんない、はい、なるほどね、火星移住のための、うん、移住先としては、うんうん、第一に火星を、その次に月みたいな感じになってんだ、感じになってますね、へえ、面、あれかな、面積のあれだけど、ちょっと臭いんですって月が、月ちょっと臭いんですってそこにちょっと慣れるにはちょっと問題があるからあ、匂いってでも分からんもんね、行ってみないと、そうですね、写真とかじゃ分からんすもんね、映像とかじゃあ、で火星にっていうことになってるんだね、うん、そうなんですよなるほどね、はい、そうか、はい、そういうことか、うん、大体分かるらしいですよ、月行ってきたでしょって月行ってきたでしょっつってね結構残るんですね、残るんです、地球に来ても、うん、
洗っても全然取れないらしいですよ。ね、うん、結構薄れるのに3ヶ月ぐらいかかる、うん、かかるって、うん、あ、そうなんだ、うん、そうですよ。月独特の匂いがあるんですね、はい、そうなんですよね。ムーンとする感じですよね。なんか、あ、まあそんな感じでしょうねきっと、うん、あとちょっと、まあ、次いきますね。了解です、はいはい、次はですね、まあ、割と新しい陰謀論みたいな、うんうんうん、まあ、もちろん2人はもちろん知ってると思うんですよ、はい、で割と新しいやつ、どれだろう、ケムトレイルっていうものなんですけど、だいたいわかりますよね、はい、どんな感じのものでしたっけ。あの電車ですよね。なんえ、トレインですか。ケムトレイン、あ、そっちか。トレイルの方ですね。トレイルの方なんですよ。トレインの方じゃなかったか。じゃないんですよ。あ、すいません、すいません、うん、比較的新しい、これなんか陰謀説みたいなのがあって、まあもちろんもう全部知ってる、もう100知ってる、はい、もうフィクサーみたいな、はい、昨日までの知ってますからね。そうだよね、もうもう多分全部知ってると思うんですよ、はい、一応、まあ、どんなもんなのかっていうのもちょっと解説してもらいたいなって。あ、これなんか単語だと思ってます。ケムとレイルっていう単語だと思ってます。あれはケムとレイルの物語なんですよ。ほうほうほう、はい、なんかケムとレイル2人のラブストーリーかなんかで、うんうん、実はこれ、おうおうおう、はい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 、それで、うん、ケムと、あ、千と千尋のみたいな。そう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 、ケム&レイルなんですよ本当は。本当はケム&レイル、そうです。だからこれ本当は、ね、日本がめちゃくちゃ絡んでるんですよ。お、だから安藤とっていうのは日本だけなんで、そうそう、ね、その何々と何っていう日本語なんでね、うん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 、これ実は日本人がめちゃくちゃ関わってる。関わってる、うん、あ、ケムはちょっと荒っぽい性格です。レイルは雨が好きです。レインに引っ張られてない。なんか私が知ってる情報と、はい、だからちょっとそう、そこがあるとかちょっと違う感じなんですけど、そこがやっぱ陰謀論っていうことですかね。ということなんですね。広く一般的に知られてるのが正解じゃない。じゃないっていうことなんですよね。まあ、とりあえず木村さんの知ってるやつで言ってみてください。はい、あ、一応じゃあそれを解説しますね、うんうん。長時間残留している飛行機雲、これは一般人には秘密にされている邪悪な意図で、高高度を飛行する航空機から空中に散布された有害な化学物質、または生物兵器であるっていう陰謀論なんですよね。うんうん、ほら、この陰謀論の信者は、通常の飛行機雲は比較的速やかに消えるが、うんうん、長時間残留している飛行機雲は別の物質であるに違いないと考えており、それをケムトレイルと呼んでいる。この陰謀論の信奉者は、ケムトレイルが散布される目的として、太陽光の管理、気象制御、心理操作、人口抑制、生物戦争、化学戦争、および生物学的、化学的物質の実験などを挙げており、ケムトレイルが呼吸器疾患やその他の健康被害を引き起こすと推測している。うんうん、っていうのが私の知ってる、うん、ケムトレイルに関する。一緒じゃないですか。ほぼ一緒じゃないですか。荒っぽい性格でしたもんね、やっぱりね。はい、まあまあ、ね、雨がね、うん、のやつはやっぱりあの雲が関係してるんで、はい、陰謀です。ほぼ一緒だったじゃないですか。形電車だし、しかも。浮いてるやつ、飛行機雲飛行機雲なんですよ。レールの方ですね。レール空中にそのなんか散布することによって天気を変えたりとか、なんかこうなんか、呼吸器系の疾患を引き起こしたりするみたいな、うんうんうん、なんか巻いてんじゃないかみたいな。あ、そうですよ。そういう巻いてます、巻いてます。ケムとレイルが復讐してるんですよ今。復讐だから恋愛物語って言ったじゃないですか。はい。それを、うん、あの、国のとか、うん、地球の人々に、うん、壊されそうになってるんですよ、うん、
あんなやつとあるじゃない、歌の歌詞で、うん、世界中の人が敵に回っても、うん、僕は君を守るよみたいな、守るよみたいな、そんな感じ。そうそうそう、世界中を敵に回してるんです、はい、荒っぽいから、うん、ケッケムが天気が荒れるとか言うじゃないですか、うんうんうん、言う、はい、うん、荒っぽいから。そうなんですよ。で、みんながそれを別れさせようとしたりとか、うん、まあ、ちょっと俺のレールに手出そうとしてきたりとか、うん、っていうのをすごい、もう世の中にすごい嫌な思いがたくさんあるんですよ、ケムは。で、もうこんなところ俺たちで壊してやろうと。おうおうおう、うん、っていうことでケムとレールが2人で飛行機雲を作ってるっていうことなんですか。みんなをもう消滅させたい。うんうん、でもケムとレールも地球に住んでるんですよね。住んでます。火星、今は火星に行ってます今は火星に、はい、宇宙船なんですよ。だから銀河鉄道39見たことないですか。お、分かりますよ。あれ電車に乗ってくるでしょ。あれ嘘じゃないですからね、宇宙列車ってありますからあの作者は言ってますに松本零士先生は生きてる。あ、そうなんですね、はい、あ、そういうことなんだ、はい、でも一応じゃあさ、あの実際こう地球をなんか滅ぼしたいみたいな気持ちがあるってことは、うんうん、その飛行機雲の中にそういう有害な物質が含まれてるっていうことでいいんですか。まあ、ただこれも、うん、その上層部にやらされてますけどね、利用されてます、ケムとレイル2人が。おこれも、うん、オゾン破壊だったりとか、うん、その人に対してどういう影響が出るかっていう実験の一環なんですよ、うんうん、それの、うん、やる役としてケムとレイルが、うんうん、まあ、任命されてやってるんですけど、うんうん、これももう上からも全部仕組まれてます。世の中のことって全部仕組まれてます。その、うん、なんて仕組んでる人というか、はいはい、上層部みたいな、うんうんうん、人っていうのは、うん、それ言っちゃっていいのかな。いや今日はやっぱり、もう全部言ってもらう回なんでその上層部の、まあ、そんな、ね、うん、黒幕みたいな人がいるって話ですよね。そうですね、黒幕がいます、ね、うん、まあ、それが誰かっていうのも、うん、まあ言っちゃってもいいんじゃないかなみたいな思うんですけど、まあ、知ってますけどね、うん、そうだよね、だみんなが知ってるかどうかが分かんないですよね。あ、その人のことをってこと、うんうん、まあ、確かにそりゃそうだ、うん、そりゃそうだ、うんうん、あ、でも一応それは知ってる、うん、知ってますね、お二人は知ってるってことですね。ダック点が多いです悪そう悪そうガバビガバビダグソンガバビダクソンっていう人なんですけど聞いたことないわないでしょ。で言ってもこれ分かんないから、なんかまたそれも陰謀論っぽく聞こえちゃうかもしれないです、ね、うん、けどこれ本当なんですよ。なんだっけ、ガバビダクソン、ダクソンまあ確かに濁点が多いとちょっと悪者っぽいけど、うんうん、その人が、まあ、黒幕っていうことですね。そうですね。はあ、チェ・ゲバラの息子です何チェ・ゲバラの息子です。え、そうなんだ。実は、はい、なんかなんとなくゲバラさんも濁点多いでしょ。まあ多いね、うんうん、あ、ゲバの2つだけはあ、あの息子ではないです、実際の息子ではないですけど、実際の息子ではない、うん、でもダグソンは、うんうん、あれは俺の父だっていうのが口癖みたいですよ。ああ、うん、よく言ってますね。心の死みたいな感じってことかな。ベレー帽すごい被ってますしね。本当。2個ぐらいは重ねて。あ、で早替えみたいな得意ですよ。得意なんだ。なんかめっちゃコミカルな人っぽいけど、でもその人が、はい、
全ての陰謀論を司っとる、司っていると言っても過言ではないと。まあ、いっぱいその有名人とかの中にもいっぱいいますけど、その支持者というか、なんかダクソンの支持者がいるってこととか、うん、まあ、頂点が、うん、ダクダクソン、ガバビガバビダクソン、ガバビダクソン、ガバビさんですけど、うん、そのなんか枝分かれでいっぱいその古文じゃないですけど、はい、まあ、支持者もいっぱい、まあ、それこ そのフリーメイソンとかもそうですけど、うんうんうん、そんな感じでいっぱいいるので、そんな感じで、まあ、有名人の中にもいっぱいいますよ。日本にもいますしね。いい、はい、あ、じゃあその日本にいる信奉者みたいな、ダクソンの信奉者みたいな人の名前はどうなんですかね。結構あのトリッキーな人とかが多い。あ、そうなんだ。はい、まあ、でもこれさすがにちょっと日本国内だと名前出しちゃうとちょっとあれかな。そうですね。まあでもどうなんだ、それが有名人とは限らないですからね。全然知らない名前の人っていう可能性もあるじゃないですか。あ、まあ、トリッキーな人一人、まあ、この人を挙げていいかなっていう人もいますけどね。あ、マジですか。はい、さんとか、ね、トリッキートリッキーまあちょっとノーコメントでノーコメントでここは行かせていただこうかな、はい、と思ってますけどね。最悪本当そこだけピール。そうですね。なんで言ったのかなと思って。言う必要あったのかな今と思って。いや、もう全部情報出したくなるんですよね、こういうのやりだすと。スイッチ入っちゃうんですよね。入っちゃうか。まあちょっとだいぶ。うんうん、なんか分かってきた感じしました。しました。ちょっと他にも用意してあったんですけど、はい、まあ、それこそ、Q アノン。ああ、そんなもう永遠語れるわ。とか、あとこの、ハープ陰謀説とか、はい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 。まあ、一応用意してあったんですけど、うん、まあちょっと時間もあれなんで。全然足りないですね、うん。ちょっと。ちょっとそれはまたの機会にね、うんうんうん、みんなが聞きたいっていう声が多かったら、うん、また二人に真相を。話してもらおうかなって。そうですね、まあ、うん、今日の総括として、はい、まあ、いろんな陰謀論ありましたけど、うん、僕らが言った真相は、うん、だいたい火星ですよね。火星が今注目すべきところではあるっていうことですね。もう移住は進んでるってことですね。はい、そうですね、漫画家はだいたい行ってるってことですね。行ってます。あと月はちょっと臭い。そうですね、それはそうですよね。はい、わかんないですからね。これが知れただけでも、うんうんうん、今日はやったかやったな。そうですね。うん、本当。いやー、まあそうだね。まあこれだけね、はい、YouTube の中でまあ扱いにくいっていう話ですけど、うんうん、まあこうやって真相を語ってくれた2人に敬意を表します。うん、はい、いや、そうですね。ちょっと皆さん、あのこれに関してはね、うん、あのちょっといろいろ変なこと言っちゃったらすいませんっていうところはありますけど、うんうん、気を悪くしたらね、すいませんねっていうのはありますけど、はい、真相なんで、うん、ね、これは真相ということで、はい、分かりました。そうですね。まあ次5年後ぐらいにもう一回、うん、やりましょう。はい、そうですね。はい、皆さんまだ大丈夫かな、その時。あ、移住ですか。に木村さん選ばれてればいいですねっていう、あ、なるほど、ところですか、ね、そういうことですね。わかりました、うん、はい、じゃあこの話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。